くらいなら死んだ方がマシだ。あなたって実に興味深いタックルだわ。サイキックストーム現象、それは人間の持つ強靭な精神力に共鳴して、超兵器ストームブリンガーの細胞が引き起こす破壊エネルギーの嵐である。ストームブリンガーのパイロットたちは一人一人が特有の強力な精神波動を持っており、パイロットの脳は機体に直結されている。彼らの精神波動が感情の高まりとともに頂点に達した時、ストームブリンガーのボディは強力な破壊兵器へと変わり、一体の究極兵器生命体となるのである。これがサイキックストーム現象なのだ。
アレキサンダー・F・リン王国。我々はシングの根拠地といえる惑星を発見した。その惑星はそれ自体が巨大な一つのシングだったのだ。これを破壊しない限りシングたちの脅威は消えることはないだろう。我々は惑星の頭脳中枢を攻撃、これを完全に破壊した。正義を失った彼女はその無数の子供たちと共に滅び去った。我々は勝ったのだ。我々は地球への帰還を開始した。今はただ祈ろう、我々に長い休息が与えられること。シングの母親が彼女だけである。